二人がやってきたのは朝。遊びに出かけてお昼を食べに戻ってきて、それからまた出かけていって、夕方が過ぎて夜になるから。できた！わかりましたよ、店員元。時間かかったわね。でもこれで準備完了。ちょうどみんなも帰ってきたみたいです。ナノハさんとフェイトさんを返してあげるとしましょう。はい、転移時間軸セット、多元座標設定、転移動力安定、転移対象の防護レベル安全域。これでお別れですね。お世話になりました。晩ご飯までごちそうになっちゃって美味しかった当然よ。でも二人とももうちょっと残っててもいいんだぞ。少し遠出すればもっと楽しいダンジョンもあるし、ナノハとはまだあんまり遊んでないし。レディ、ダメですよ。二人には自分の使命があるんですから。ごめんねレビー。でもみんなと一緒ですごく楽しかった。私も。まあ僕もそこそこ楽しかったわけだけどな。いずれまた会うこともあろう。まあさっさと帰れ。いろいろ頑張ってくださいね。うん、名残惜しいけど。転移装置スタート。ポチッと。ありがとうございました。いつかきっとまた。はい、ディアーチェもありがとう。今度はもっと話そうね。やかましい、さっさと帰れ。わかってると思うけど、これ照れてるだけだからね。誰がだ、潰すぞ桃色それじゃきっとまた。行ってしまいましたね。ちょっとドタバタでしたが楽しかったですね。王様もコガラスッチと会えたらよかったのにね。やめい、想像しただけでゾッとするわまたまた。さあ家に入りましょう。はーい。次元以上の警戒をしておかなくてはですね。また異世界や別時間軸の方に迷惑がかかったら大変ですから。ほんと。アミタ、キリエ、私も手伝います。ありがとう、ユーリ。それにしても今日は疲れた。シュテル、茶を入れてくれ。お任せを。僕とユーリは甘いやつ。私も。はい。エルトリアの土地で暮らす日々、楽しいこと、大変なこと、いろいろな出来事が起こります。私は今日も家族の出来事を記録していっています。いくつも広がる時の流れと世界の中、私たちがここで暮らしてこの世界と向き合っていた思い出を残しておけるように。はい、お茶が入りました。はーい。うん、笑顔だった記憶をいつでも思い出せるように。私たちさっきまで何してたっけ。放課後に裏山で練習してて。あれ、なんで公園にいるのかな。いろいろあったから二人でぼーっとしてたのかな。そうなのかも。なんだか楽しい夢を見てたような感じもするんだけど。あ、私も。とりあえず一旦帰ろうか。うん。フェイトちゃんはどんな夢だった？遺跡みたいな場所で仲間と一緒に探検したりとか。私は。あ、ううん。なんや、可愛い女の子が二人おったから。あ、私も。うん。シグナムは今バスの時刻表を見てくれてる。二人で一緒にもうすぐ帰るよ。八神家特製の美味しいスープを作るから。待っててな。